千葉県の田市、清水公園のフィールドアスレチック水上コースフィールドアスレチックは自然環境の中で障害物を組み込んで作られた様々なアトラクションを通過し冒険的要素で運動能力を高める遊戯施設を指す。1970年に実業家の伊坂後期によって考案された名称は英語のフィールドとアスレチックを組み合わせた造語。実際の英語では 類似した施設をアドベンチャーパーク、オブスタクルコース、ロープスコースなどと呼んでいる。子供から大人までスリルを感じながら気軽に楽しめる施設である。自然公園の中に遊び場として設けているところや民間有料施設として営業しているところがある。林間部の地形を利用し各種のアトラクションを配置しており、対象年齢や難易度によっていくつかのコースに分けている施設もある。 クリア特典や所要時間をスコアカードに記入するオリエンテリング方式のコースもある。また、気候や天候に左右されず、市街地の屋内で気軽に遊ぶことのできるインドアアスレチックの遊戯施設も営業している。家族連れで楽しめる施設が多いが、サンダル履きなどの軽装では遊戯不可の場合もある。運動に適した衣服を選び、 汚れたり濡れたりするので、着替えが必要になることもある。高所など危険が伴う場合は、ヘルメットグローブハーネスなどの安全装具をつけ、係員の補助を受けながら遊ぶ。子供が楽しむ場合には、保護者の同伴が必要になる箇所もある。テレビのバラエティ番組の題材にもなっており、痛快なり雪番組風運。竹市し城、さすけ、くのいでは、TBS の緑山スタジオシティに、 特設のセットを組んで撮影している、など、ありがとうございます。